発泡スチロールで、グライダー作ってみた。まずはじめに、切り出したいパーツを印刷した紙と、厚みの薄い発泡スチロールを準備します。次に、発泡スチロールの上に紙を固定し、カッターでパーツを切り出していきましょう。切り出したパーツを組み合わせ、先端に重りをつければ完成です。それでは実際に、飛ばしてみましょう。この放送は日に新たに日清化成工業の提供でお送りしました。